小さな幸せ運ぶ道具ナビゲーターのルミです。今回は土鍋でおでんを作りました。土鍋は、私が普段使っている羽釜と同じね、あの釜本さん、ドラク釜さんっていうところの、口つき黒鍋というシリーズのね、土鍋を使っていますね。土鍋でね、炊くおでんってね、こうもく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 湯気が上がってくるところとか、グツ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 いう音ってね、すごく心も体も温かい気持ちになれますよね。これから寒くなってくる季節、美味しくねいただけますんでね、ぜひ作ってみてください。そして我が家の子供たちがこのおでんをね、楽しみにする理由のもう一つの理由は、おでんの具にあります。それはどういう具なのかというと、よかったらね動画の方最後まで見てください。じゃあまた。